今日の県内はこの後も気圧の谷や湿った空気の影響で曇り空が続きそうです。また大気の状態が不安定となりますので、今日は昼過ぎから夜の9時頃にかけて雷などに注意が必要です。特にこの雨の可能性が高めとなっているのが県の南部、こういったところを中心に急な強い雨や落雷に注意してください。一方で今日の気温は多くのところ25度近くまで上がります。雲が多いということで湿気も多いので、今日は各地とも蒸し暑くなるでしょう。水分補給をこまめに行うようにしてください。